きなりめいちゃん、ばあさんがロビーかけち、こんな感じですね。今回は、ね、とて南風の手巻きを買いました。まさか日本では南風の手巻きも売っていますね。めっちゃ嬉しいです。人生初めて南風手巻きを食べます。今回は台湾煮込みおつまみも一緒に買いました。今日は先に南風手巻きを食べます。南風の手巻きは、ピーナッツ粉をつけますけど、でもピーナッツ粉がないですのでそのまま食べます。早速食べます。猫逃げた。めっちゃいい匂い。こんな感じです。いただきます。うん、おいしい。うん、もくもく、めちゃおいしい。うん、中に肉入ってる。あきちゃんも手巻き食べたね。しいたけ。今日は台湾煮込みおつまみを食べます。よし。こう似てた。ですよ。これは台湾のインスタントラーメンです。王子麺っていう名前です。なんか美味しそう、めっちゃいい匂いです。王子麺の包装はパッケージこんな感じですね。中身はこんな感じです。これお母さん送ってくれました。この王子麺インスタントラーメンは鍋と、台湾の煮込み用のラーメンです。とてもおすすめですよ。今ちょっと喉乾いたので、これ青森のアップルドリンクです。これ豆干です。とても美味しいです。アキちゃんちょっと私の手舐めてる。とても味がしますね。これビールがお酒ちょっといいです。これはめっちゃ美味しいです。とても台湾の味がありますね。とても美味しかったですね。日本でも台湾の煮込みおつまみを食べれますよ。